手帳ナイフ同時に回します。最後このようにバシッと持ってナイフ3本回しておしまいにするんでご覧ください。じゃあ本当貴重なお時間ありがとうございました。一番最後の技頑張ります。じゃあ最後頑張ります。写真もバシバシ撮ってください。あ、それでこれだけ真面目な話、僕の写真とか動画撮ってもらうのは全然 OK です。 OK なんですけど、撮った写真 Twitter とか Instagram、 インターネット上のアップロードは本当に申し訳ない。絶対お願いします。ちゃんとご参加します。じゃあいきます。おお、また一応やっておきます。お世話になりました。短い人生でした。19歳乗った瞬間すぐのリアクションでお願いします。じゃあ右足乗ったらすぐ拍手で頑張ります。はい、以上です。どうもありがとうございました。最後なのでもう少し頑張ります。もう一個あるんで、最後は倍の高さでいきます。最後はこの上バシッと乗ってちゃんとナイフ3本回しておしまいにするんでご覧ください。ただこれが最後です。これが最後です。自己紹介をお先にします。この絶妙なタイミングで自己紹介するのに理由があるんです。見てください。この前別の場所で乗って降りて一番最後に自己紹介しようと思ったら目の前にいたお客さん全員書いてたんで今いたいと思います。すぐ下ろします。本日皆さんの目の前でパフォーマンスやらせていただきました。名前をカタカナ2文字でそうと言います。これだけでもいいんでもしよかったら覚えていってください。あと大人の方に宣伝があります。この名前で Twitter と Instagram アカウントがあるんでもしよかったらフォローしてくれると嬉しいです。今両方ともフォロワー2000人目指して頑張ってます。裏に QR コードがあるんでもしよかったら終わった後読み取ってみてください。よろしくお願いします。14歳の時にこの仕事を憧れて中学校2年生の時から大道芸始めました。そこから4年経って今年じゃない去年の3月やっと高校を卒業して今この道一本プロとして頑張ってます。まだまだ未熟なところもありますがここまでご覧いただきありがとうございました。一番最後大事な話をします。最後は僕この上に乗って頑張ります。無事に降りてくることができた場合その時僕は今日こういう黒い帽子を持ってきました。今日これをこんな感じでひっくり返して今日僕は笑顔で何かを待っています。あんまり深いことは言いたくないんですけどこの帽子持った瞬間マスク越しでも分かりました。明らかに皆さんの表情を曇ったんで話を短くギュッとまとめてきたんで聞いてください。この話は決して強制ではありません。無理はしないでください。皆さんが僕のショーを見て本当にちょっとでもいいんです。面白かった、楽しかった、もっと頑張るよ、何か少しでも感じるものございましたらそれをどれだけ分かりやすい形で書いていただいてこの帽子を仲間で入れていただいて、もちろんお金が増えるかと思いますし、もちろん無理だったら本領が始めるのでOKです。それも一つの突破内容です。今日はこの場所、僕の方から担当マンの第一人にお願いをして、仕事の監督の皆さん、許可をもらいました。僕の方は今日ご来場の方だけです。10秒から10秒にお願いします。10秒から10秒にお願いします。皆さんも評価できればいいです。できる方は、できる分だけでいいんで、並び方を。冗談っぽくなってしまいましたが、これからもこの大道芸、僕の職業としてお仕事としてずっと誇りを持って続けていきたいと思ってます。そのためにはどうしても皆さんの協力が必要です。本当にできる方ができる分だけでいいんでご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よし、じゃあ本当に貴重な時間ありがとうございました。一番最後です。頑張ります。もちろん見ていただきありがとうございました。じゃあ最後乗っていきます。道芸です。途中で帰ったお客さんはもちろんいます。それでもこうして残ってくれる皆さんがいてくれるから僕はこの一番最後の技まで挑戦することができます。最後本当に感謝の気持ちです。今できる自分の限界以上をお届けします。正直できるかどうか保証はできませんがもしよかったら一番最後までご覧いただけると嬉しいです。本日の時間ありがとうございました。一番最後です。頑張ります。
でも時間かけたくないんで、すぐ乗るんですが、落ちるとは喋りなくなっちゃうんで、最後に言ったことだけ、感謝だけ伝えさせてください。すごいです。あの、本当に一番最初にも言ったんですけど、大道芸ってお客さんがいないと成り立ちません。あの、本当に今日もそうなんです。こうして皆さんが足を届いてくれて、初めて僕は大道芸人になることができます。皆さんが集まってくれて、初めて中学生からの歩みを叶えることができます。ありがとうございました。次の夢は5年先、10年先このパフォーマンス続けて、あのもっとたくさんの人を笑顔にできたらなって思ってます。本当に明日突然大冒険できなくなってもおかしくない世の中ですが、これからもこの仕事、人生として命かけて生活かけてやっていきます。最後はその証です。じゃあ乗っていきます。ごめんね、こうやってじゃあすぐ乗ります。乗って立ち上がって両手を広げたら最後の拍手を全員でください。お願いします。よく言ってろ。今日できるかどうかやってみて、挑戦をしてやってください。やります。やる側も気に入って。やります。ただ一回できますから。途中で帰ってしまう人も多い中、最後まで貴重な時間、この大変な時期ありがとうございました。正直まだまだ僕たちにも皆さんにも苦しい時期は続きますが、それでは僕はこの自分の好きな大道芸の道頑張って進んでいきたいと思ってます。またもしどっかで見つけたら声をかけてください。そして遠く離れていても SNS を通じて応援していただけると嬉しいです。以上です。また貴重な時間、暑い中最後までお付き合いどうもありがとうございました。皆さん最後までありがとうございました。最後にあともう一つだけお話があります。聞いてください。お会計のお時間です。あ、いいですか。本当一番最初からありがとうございます。行きます。行きました。頑張ります。あともここから走ってください。入る方は忘れ物だけないように気をつけてください。以上もありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お送りしてくれていただいてありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。あの、本当に皆さんの無理のない程度でいいね、ご協力いただけると嬉しいです。お店たちもありがとうです。いただきます。ありがとうございました。お店もありがとうです。いただきます。ありがとうございました。いただきます。お店もありがとうです。いただきます。ありがとう。いただきます。お店もありがとうです。お父さん、お母さんもありがとう。いただきます。ありがとう。お店もありがとうです。お店もありがとう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 。いただきます。お店もありがとうです。ありがとう。お店もありがとう。ありがとうございました。
がとうございました。この後も引き続き最後まで素敵な時間をお過ごしください。何も引き続きがなっているのでまだ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 너와의여행을생각했었는데 yeah. 네가좋아하던와인과선물을준비했겠지기뻐할너를상상하며근데왜이런생각을하면서너를추억만하게된건지 yeah. 어쩌다너와나왜이렇게끝난건지너를기억하면난가슴이아파와어쩌다너와나이렇게잊혀진다면다시사랑할수없을것같아그날의나는내게너무나설었겠지내맘과다르게너에게상처를줬으니사랑한다는말로도부족했던너에게내가너무잘못한것같아너와나